そう、今朝ということで、非常にあんまり気分は良くないんですけどね、うん、はい、あやっぱりランク強いね、他のやつらが F とかと違ってね、あてか F とかに対してこれだけ C プラスだわ、2回戦としては破格の強さですね。メジャー高校選抜ドリームチーム夢の舞台へ、重野五郎かなこれ、まあ、この通りね9人ぐらいいるんですかね、9人かな、めちゃくちゃ多いということでね、まあ何回も周回して全部キャラクター手に入れようかなと思っておりますわ、やっぱジャイドフォークとか投げるんですかね、これどうしようか、マックスのミスズさんにでも頼みますか、ハープロ99のね、ちょっとミスズちゃんに、メジャー高校選抜、これはまた凄そうなチーム名だけど、あの名門校、海道高校とそこ相手に一本を引かなかった注目の青州学院高校、この2校の混合チームだとのことでやんす。これ絶対ほとんど海道学園のメンツになるんじゃないの？青州とか言ったら、田代とかもいんのかな？さらに、アメリカの有望スラッガーまでもが加わって、東田ともに隙が見当たらないでやんす。あー、ってことは、ギブソンジュニアとかもいるのかな、これは戦う相手は間違えたでやんす。おいおい、試合前からそんな調子か。強い奴らを相手にどこまでやれるかを試してみたいと思わねえかよ。来たよ、ゴロ。そういうお前は、ガチぜ。俺はシゲのゴロ。このパーフェス、すげえチームが勢揃いだってんで、楽しみしてきたんだがな。お、来た、佐藤投手や。確かにこのチームには、興味も湧かないね。ゴロ君、僕は次の相手の偵察にでも行ってこようか。うるせえよ、このホモが、お前。ジョー・ギブソン・ジュニア来てよ。ふん。好きにするがいい。俺が撃てば、こんな奴らに負けることなどないんだからな。なんだと？言わせておけば。青州の重野くんに、街道の佐藤俊也くん、それにこのギブソンジュニアくんは今でもプロで通用すると言われてるでやんす。どんな相手だろうと風関係ない、俺たちだって目指すは優勝なんだ。そう簡単に負けてなるものか。てか、プロで活躍するかもって言われてるとかじゃなくて、普通に、まあ、ね、原作だと知ってますからね。化け物級の活躍。へえ、そうでなきゃ燃えねえってもんだ。お前ら、ケツの穴閉めて、かかってこねえと完全試合食らわすぞ。相変わらず口が悪いな。ちょっとね、まあ燃えるっつってもね、こいつが燃えるのは炎上なんですけどね。頼むぜ、みすずさん。BGM は心得じゃないんだ。なんかね、メジャーとともに、追加コンテンツで、心得の BGM もね、あったんですけど。うわー、いるよ、いるよ。ちょっと待って、海道学園のやつ。メンツいたわ、今。ちょっと名前忘れたけど。あいつ、ジャイロボール投げるやつじゃんかったっけ。さあ、来ました。来たよ。まあ、こいつもなんだけど。不屈の精神力で、とんでもなく熱い球をぶん投げます。見る者すべてを熱くさせる男、シゲノゴロ。さあ、メガネ頼むぞ。不屈の魂、逃げ玉負け運ついてるし。うわー、これか。あれ遅くね。145キロ、まあ、こんなもんか。なあ、高校、あ、そうか、まあ高校って設定だもんな。こいつ待って、え、マジか、ストレート1本しかねえじゃん。ガチのストレート1本しかねえ、こいつ。マジか。まあ高校時代はフォーク覚えてないもんな。あー、ちょっとだるいね。これちょっとホームラン打ちにくそうだな。まあストレート1本で決まってれば逆に打ちやすい説あるけどな。ちょっと内角高め来ねえかな。これ多分、高校1、2年生の時かな。いやでも、高校2年生ぐらいの時点でも150キロぐらい投げてたよな。コントロール悪いんだな、思ってた以上に。あーやべえ、見逃しちゃったわ。いい球すぎて。いい球すぎて見逃しちゃったじゃねえかよ。球を見極めちゃってさ。ちょっとメンツ確認するか。
うわー、待って、草野とか夏、これ清水ってあれですよね、清水の弟ですか、ギブソンジュニア、佐藤俊也、薬師寺とかいたわ、こんなやつ、うん、薬師寺のなんだっけ、あの弟だか兄だかが確かピッチャーだった気が、うん、茂野、あ、やっぱ投手としては強いですね、野手能力、清水香織とかマジかよ、ソフトボールからも参戦してやがる、うん、あれこいつ誰だっけ、大宮大宮ってやつ、相馬はなんかあの顔見れば思い出すわ、うん、エラーついてるし、なんでみんなエラーついてんの、あー、まあでもあれだね、ここら辺はモブキャラとも、モブキャラとかはあんまりいない感じか、うわ、眉村いるよ、こいつも負け運ついてるし、うん、茂野、うわー、3つも金徳ついてんだけど、金玉尽くしけよ、お前ずるすぎだろ、あとはもうあれか、モブキャラって感じか、こりゃ強えぞ、実質日野のあれだもんね、うん、なんだろう、日の玉ストレートじゃなくて、うん、あるじゃん、うわー、やべえ、ちょっと今寝起きだからクソ調子悪いんだよね、うん、ちょっと待って、あと佐藤俊也の能力がめっちゃ気になるんだけど、うん、あ、やっぱ球界の頭脳ついてるんだ、あ、てことはなんかもう完投してきそうだな、え、あぶねー、一度みたいなバッティングすんなこいつ、草野、頼むぞ、ここちょっとランナーいるから打ちたいね、うん、ヒット、あー、やばい、あ、あ、やばい、あちょっと今寝起きだからちょっとバグった操作が、やっぱ盗塁とかできねえよなやべえ、飛ばねえ、飛ばないよ、薬師寺こいつめちゃくちゃ、てかなんか原作でもホームラン打ってましたよねこいつ、思い出したわ、ちょっと目が覚めてきたわ、ああ OK、あーでもランナー進められたわ、最、お前何やってんだよ本当に、朝からイラつかせんじゃねえよ、殺すぞ、あー茂野来たよ、己に流れる野球 DNA を余すことなく発揮しております、ちゃんと応援か、心得だ、本当だ、あ、本当だ、ノーアウトランナー一塁三塁、涙枯れるまで笑顔ベベベベ思いながらも元気、え、マジか、ホームラン打たれたんだけど、マジかよ、ストレートを完璧に捉えられた、バケモンじゃんこいつ、まあでもバケモンはもう一人いるんだよな、ああガチ勢っていうこの打ち方はマジウケんだけど、どっかの VTuber の打ち方、二次三次、うん、二次三次打法まずは様子見です、ちょっと追い込まれました、おい、かかってこいよ、令和の怪物なめんなよ、さあ、うわ、マジかよ、いい球すぎて、よし、次の打者誰だ、あ、来てよ、ガチ勢来てよ、一番頼るバッターが来てよ、お前、ほんまものバゲモン見したるわ、ここでかっこよくヒット打ちたいね、まあバントだからいいや、うん、バントみたいなもんだ、当た
ックルしろ。マジかよ。お前おとなしくファーストに投げとけよ。そこ低めギリギリいっぱいストライク。投球2球目投げた、打ちました、ファウル、カウント2ストライク。やばい、めっちゃ速く感じんだけど。やばい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 、負ける負ける負ける。なここチャンスだから、これはものにしないとやばい。まあ、柴田、まあ、パワー少しあるから。やべもん頼む。マジかよ、やばい。こいつ9回まで来やがったよ。投げました、ジャイロボール、見送ってボール、カウント1ボール。さあ次の球、ただもんじゃねえ。厳しいところ、投球これから3球目、抜けろ、よし。ちょヒットで繋いでいきましょうか。ああ、よし、オッケーオッケー、いけるいける。まだチャンスあるよ、あの無造新島ちゃん。もう重野に本物の化けも見してやろうぜ。ちょっとヒット打っていくか、長打よりかは。何やってんだお前。バッター添町、チームを勢いにかかります。なんで今、うわ最悪なんだけど、走塁ミスしやがったこいつ、マジかよ。パワフェスチャレンジャーズ、あー来た、ここでガチ勢頼むぞ。ジャイロボール、見送ってボール、カウント1ボール。頼む、最後にガチ勢よ、ガチ勢魂よ、見せつけてやってくれ重野に。投球これから4球目、ガー惜しい、三塁線はパー、ガーガー、メジャー高校選抜、最後をきっちり打ち取ってゲームセット。あと一歩及びませんでした。実力差がありながらも奮闘しましたが、ここで涙を飲みます。以上、私を含め興奮冷めやらぬスタジアムですが、ここでお時間となってしまいました。お前さ、朝からイラつかせんじゃねえよ本当に。まあでも初めてメジャーを眺めたから、ちょっとよしとしよう。